こんにちは、アートマンの小菅美雪です。こんにちは、アートマンの山崎恵子です。本日はアートマンに届いた相談について考えさせていただきたいと思います。それでは相談を読ませていただきます。高校時代のある友達に裏切られたこともあり、その友達の身勝手な行動やトゲのある言動から和解せず、そのまま大人になりました。私は仕事をするようになり、同じ施設内でその友達も働くようになり、職場は違いますが顔を合わす機会も増え、また遊ぶようになったけど上辺の付き合いと割り切っていました。別の友達に高校時代の友達とのことを相談していて、高校時代の友達とまた遊ぶようになったことを報告すると、その友達は嫉妬からか拗ねてしまい遊ばなくなりました。一定期間が空いて連絡したら素っ気ない態度でした。私は高校時代の友達と仲良くしたいのではなく、本当は相談していた友達と仲良くしたいのですが、どうしたらよいでしょうか、という相談です。今回のご相談についてみゆきさんはどう考えられますか？相談の仕方ですよね。これは相談ですっていうのを言わないと、あなたに頼ってますよと、わからないんですと、助けてくださいと、それぐらい強く言わないと、ただの流れてる会話なのか、本当に困ってるのかっていうのは、実際のところは伝わりにくいかなと思いますので。なるほど。自分というものをまず分かってもらわないと、なんか相手も結構違う認識をしてしまったりっていう、すれ違いというのが生まれてしまったりするっていう感じなんですかね。そうですね。自分らしさが何なのかっていうのがはっきりしていれば、あとはどう伝えるかだけなので、それがまずわからないのかなと思いますね。この上辺の付き合いをしたり、本当に仲良くしたいって言ってみたり、その高校時代の友達と、また仲良くするのはその子にも好かれたいからなのかなと思う。そう見受けましたかね。これ確かにみゆきさんの言ってる、その人だけに好かれたいのか、みんなから好かれたいのかっていうところの問題が大きいかもしれないですね。嫌われる人を0人にしたいっていう気持ちからなのか、本当にその友達だけに好かれてていい状態なのかっていうのが、突っ込んでいくと自分らしさって何なのかなと思うので、確かに。その個性が全く自分と違う方からどういうふうに学び取っていくかっていうことが、その自分の中の固定概念とか、その女性である常識だったりとかっていうことが変わっていくのかなと思ったりはするんですけど。そうですね。まさにアートマンが伝えたいところですね。あ、どうも。自分らしさっていうところですね。固定概念に縛られて自分を閉じ込めてしまうのではなく、なんかそれを自分らしさっていうのを売り出して、自分らしい姿勢づくりにつながっていく、そうつなげていこうっていうのがアートマンです。ありがとうございます。ありがとうございます。こういった意見をいただきました。ぜひ活用していただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。